攻略マクロ経済学、ちょっと11回目を始めていきます。こちらの方を用意してください。今日はテキスト324ページから、325ページ、新古典派成長モデルの計算に関してやっていきます。問題文にあるように、新古典派経済成長モデルというふうに指定されています。この言葉を見たときに試験会場でがっくりする人と、よし行くぞっていうふうな人とですね、多分真っ二つに分かれるのではないかっていうふうに思います。ですね、前回のハロット・ドーマーの話からちょっと続けていきましょう。ですね、まあ、いきなりその新古典派成長論の計算をやってもいいんですけども、まあ、ハロット・ドーマーとの計算との違いが分かった方が、後々ですね、応用が効きます。ハロット・ドーマーにおける、金銭成長というのは、GW いわゆる保証成長と GN 自然成長が、自然成長率が、保証成長率と自然成長率が一致するときでした。で、保証成長率というのは、これは資本係数 W 分の貯蓄率 S でした。そして自然成長率というのは、これは労働人口の増加率 N という形で表されています。で、まあ、要するに保証成長率というのは、これがこっちが資本ですよね、資本サイド。そして、N という自然成長率の方が、これが、労働サイドです。で、ここでその資本の成長といったら、資本の成長って言えばいいのに、なんで保証成長って言うんだと思いますよね。で、それにはちょっと訳があって、その資本がどん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 こういうふうにですね、増加していくと、まあ、経済が成長するとは言えないんですよ。で、例えばなぜなのかっていうと、ここで言っている資本っていうのは、例えば半導体ならば、半導体の製造装置だとか、半導体を製造するための建物だとか、そういったいわゆる資本ストックなわけです。で、資本ストックっていうのは、どん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 増えていけば増えていくほど経済成長するわけじゃないですよね。なぜかっていうと、それが使われて初めて成長するわけです。で、保証成長率というのは、増加していく資本ストックが常に完全利用されているということを保証しなければならない。ですから、こういった保証成長率という言葉を使って言っています。で、まあ、これはですね、まだ疑問に持っている方がいたら、必ずハロット・ドーマーのところを再確認をしてください。で、ここのこの式っていうのは、こんな風にも書き換えることができます。S×W 分の1イコール N という風にもなりますよね。で、W というこの資本係数なんですけれども、ちょっと横に書いておきます。資本係数です。資本係数は、資本ストックを Y、これは、国民所得 GDP、まあ、そんな言葉、まあ、算出量で、そんな形でもいいですね、Y で割り算をしたものになっています。ですから、これ逆にして、W 分の1、資本係数の逆数であれば、これが多分逆になるはずです。K 分の Y になるはずですよね。こんな形に、まあ、なるだろう。だから、この式っていうのは、S かける、かけるっていうのは中黒にしておきます。K 分の Y、イコール N という、こんな形でも書き換えることができるわけです。これが、いわゆるハロット・ドーマー型。ハロット・ドーマーの経済成長モデルというのが、まあ、こんな形でも書き換えることができる。で、ここでですね、ここまでできた段階で、ハロット・ドーマーっていうのは、いわゆる、この前の学習でやっていた、ケインズ体系の続きでした。 ですからもうこのマクロっていうふうに全体で見ていたんですけれども、この新古典派っていうのは、いわゆるちょっとミクロっぽい考え方をするんですね。つまり新古典派、
成長論っていうのは一人当たりのっていうので見るんです。一人当たりのというので見る。だから一人当たりのというので見ると見るから、この近世成長のこの式を一人当たりのという形に書き換えなきゃならないんです。では、書き換える作業をやっていきましょう。まず y というのは一人当たりのという形に書き換えると、 y というのは l という労働の大きさで割り算をしなければならない。もし一人当たりのというふうに出すときにはですね。ですから、この労働の大きさで割り算したものを、y というふうに書き換えることになります。またはこんな形で FK という形で、表される時もあります。同じように、今度は分母の K です。分母の K っていうものもこれも1人当たりのっていうふうに書き換えなく必要がありますので、労働量である L で割り算をします。ですから L で割り算をしたものを小文字の K というふうに書き換えることができる。ですから一人当たりの国民所得、一人当たりの資本ストックというふうにそれぞれ一人当たりのベースに書き換えると、どんな形になるかっていうと、この上の式はですね、 S×Y が一人当たりのっていうふうに書き換えると、 Y が一人当たりのっていうふうに書き換えるとこの形ですね。 FK そして分の K というのは1人当たりの資本ストックっていうふうに書き換えると小文字の K ですから K イコール N というこんな形になります。これが新古典派成長モデルのいわゆる近世成長を求める式ということになります。でこの関係、このハロット・ドーマーとの関係が分かっていると、あとあといろいろと応用が効くということですね。でここが近世成長のこの式が出ました。あの試験の時には、これもそのまま暗記しちゃってっても構いません。急いでる時はですね。で、何かその応用問題が出た時に、あ、確かこんなんだったなっていうふうに思い出してもいいと、こんな形です。で、これが近世成長のその式なんですけれども、問題文をやっていきましょう。問題文では何やらここにこういうふうに難しい式がいっぱい書いてあって、まあこれは後ほど何が何なのか全部使うっていうわけじゃないので、必要なところだけをまあピックアップしていけばいいと。で問題文に聞いてるのは L 分の K というのを聞いています。資本ストックを、労働の大きさで割り算したもの、どっかにありましたね。今やったの、あ、ここにあった、これです。これ要は K を求めろということなんです。つまり、ここで改めてこちら側にちょっと書き換えておきますね。保証成長率、K 分の S かける FK、 これがいわゆる、GW のことです。 GN はハロッド・ドーマーと変わらない N ですね。この式の中で問題文で聞いているのは何かっていうと、問題文で聞いているのはこの K を求めろということを聞いています。ですから、ここの中で分かっていればいいのはどれかっていうと、 S と FK と N というこの3つを求めれば良いということです。この問題ができるということですね。で、まず見ていきましょう。まず S です。S というのはどっかに書いてあります。ここです。 C イコール 0.8Y というふうに書かれている。つまり C イコール 0.8 という、この 0.8 というのはいわゆるこれは限界消費成功です。で限界消費成功と限界貯蓄成功を足し合わせて1なわけですから、貯蓄成功は 0.2 になるはずです。まずS は 0.2 であるということが分かるはずです。次に N です。自然成長率、これもどこかに書いてあります。 N はどこにあるかっていうと、これです。これありますよね。で、
L という今から、そして、時期ですね、来年には 1.02 倍になるということが書いてあります。 1.02 倍になるっていうことはどういうことなのかっていうと、こんなふうに書き換えることってできると思いませんか。デルタ L というのは 1.02 です。ですから 1.02 倍になっているので、全体の成長率は 0.02 倍になっているということが言えているわけです。まあ、こんな形ですね。で、これが分かっている、ここが今分かった、ここが分かった、で、あと1個分かればいいわけです。それが何かっていうと、ここですね、 FK が分かればこれで、この問題、この方程式を、まあ、解くことができるということが言えているわけです。それではちょっとやっていきましょう。 FK を求める、ここですね、ここを求めます。この問題の、ポイントです。この問題のポイントは、ここにあるということです。それでは FK を求めていきましょう。 FK というのは何かっていうと、ここにあります。 FK というのは Y を L で割り算したもの、その、まあ、資本、産出量、GDP を、労働の大きさ L で割り算したものというふうになります。ですから Y というのはここに 0.4 K の2分の1乗、 L の2分の1乗というように、コブ・ダグラス型で書かれています。ですからこのコブ・ダグラス型でそのまま用意をしましょう。 0.4 K の2分の1 L の2分の1です。それをL で割り算をします。こんな形ですね。これを計算していきますよ。 0.4 K の2分の1かける L の2分の1かける L 分の1です。まあこんな形ですよね。で、この L 分の1というのはこのマイナス1というふうに書き換えることができます。ですからこれは 0.4、K の2分の1かける、L の2分の1かける L の、マイナス1です。いいですね、ここの部分は。L 分の1というのは L のマイナス1乗というように書け、このように書き換えることができる。さらに言えば、ここの L の、L の2分の1乗かける L のマイナス1乗というのは掛け算は指数同士の足し算になる。ですから2分の1からマイナス1を、このマイナス1を足し算するということになるんですよね。ですから 0.4 K の2分の1 L のマイナス2分の1というふうに、こういうようになると。でまたここでマイナス2分の1ということですから、マイナス2分の1ということは L 分の1の2分の1乗ということです。ですから、こういうふうに書き換えることができる。4括弧ここで L 分の K 2分の1乗ということになりますよね。で L 分の K って何でした？ L 分の K っていうのは2点3点しなくて、 L 分の K っていうのは K ですから、これは 0.4 K の2分の1乗というように、こういうように書き換えることができる。つまりここで全部揃ったわけです。ここは 0.4 K の2分の1乗です。いいですね。こんな形で1を揃えるということができました。それでは早速ここから計算に行きましょう。ここから計算に入っていきます。K 分の S、FK イコール N というこの形が、新古典派成長論の、近世成長モデルでした。で、ここに今与えられたものを出していきます。 KS というのは 0.2 でした。 FK というのは 0.4 K の2分の1乗でした。
そして N というのは 0.02 でした。この形までできる。ここから計算が入っていきます。 0.08K の2分の1乗イコール 0.02K、 両辺に K を掛け算しました。そして、今度は両辺を100倍して、2で割りましょうか。 4K2 分の1イコール K という形になる。で、こういう2分の1っていうこういうなんかちょっと やりづらいものがありますよね。で、こういうのが出てきたら、まあ、2乗しちゃってください。そうすると、なくなりますから、K の2乗というふうになる。こういう感じですよね。2乗しちゃって、そして、ここで K イコール16というのを出すという、こういう作業です。K イコール16が出ました。したがって、改めて見ると、16が正解ということに、16で、2が正解ということになります。